ごきげんよう。今このサイコとジェットを組み合わせていたら、あのウエストランド DIY っていう実績を解除しました。まだ工場内というか、あの衛星のバンカー内に、地下基地内にいます。でまだ見てないところがあって、今ちょっと探索中なんだけど、まあ、敵がいるみたいだ。あ、ヌガコーラクアンタム、いいね。ラストデビルのゲームターミナル。ん？何？アイビーよりこれを読め。スコアリセットした誰かへ、必ず見つけて懲らしめてやるからな。それは怒る。スコア Z。 おお、テープを再生。ゲームができる？どうやって操作するんだ？すごいレトロ感満載だ。ん？あ、こうやって打つんだ。左スティックで移動して右スティックで。おお、これはアイテムかな。あ、違った。アイテムなどというものはない。いるのは敵だけ。いつまで続くんだこの人間は。あ、救うといいんだ。人間を救うのが目的。ボーナスアイテム。ちょっと待って、人敵多すぎ。何機あるんだろう。結構遊べるね。あー、レトロフューチャー。面白い。すごいな、このこういう、昔はこういうゲームに結構熱中していたものだ。よし、さあもう一人敵がいる、残っているっぽいから。スペアパーツを見つけたら必ず知らせてくださいね。はい。ちょ、エーダー強くしたいな。ただエーダー、これが終わった頃に別れるのかなと思う。これは何だ。悲しい。茨の道を進んでいるな。うん、あのこの今話しかけてくれた人は、頭がおかしくなってる。脳みそです。前回手に入れた脳みそです。基本的に息を止めないと当たらないね。逃げようと。聞こえました。かー、伝説、伝説級、伝説級がいる。違う、それはエーダ、それはエーダだ。それは、あ、これじゃない。ショットガン、これでもない。よし、レベルウープ。ちょっと待って、 HP は大丈夫、 HP は大丈夫。エーダが、エーダが代わりに受けてくれていた。ちょっと、伝説のプロテクトロンだらけじゃないか、ここは。よし、大丈夫エーダ。お、エーダもう終わったよ。エーダ、キョ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 、 0.45 修理キット。よし、もう大丈夫かな。もう全員やったかな。無力化レバーアクションライフル、手足へのダメージが 50% 増加。なんだこの、なんだこの弾薬の 0.45 から70まで全部対応ってこと？違うな、これは新しい企画の弾薬だ。これあれだ、ポイントルックアウトで追加されたやつみたいだ。かっこいい。いる？これで倒せる。うん。敵がいるかもしれません。よし。欲しいものが
そうだね。ハンドガン最初から最後まで使えそう。よし。ほう。どこにいるんだろう。まだ2つ反応があるね。はい。いた？後ろにいた？あ、上か。ナイスエイだ。上に行けるんだね。ここはまだまだ見るところが多いみたいだ。もしかするとあのパワーアーマーを使うの扉を開けるためのパスワードか鍵が手に入るかも。パワーアーマー修理ラックだ。シガーボックス、よし。今パワーアーマー着てません。探索もう敵がいないかなと思って脱いじゃいました。でもまだ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 たくさんいたや。ウィン、ベッドもあって少し寝てから旅に出れそう。まだ敵がいるな。どこ？上か。はい。はい。あー、レーザーが伸びてる。あれはセンサーみたいで、あれに引っかかると何かが。おー、枝、枝。枝。枝。大丈夫か？お役に立てて嬉しいです。10ミリ弾の消費が激しいな。もうなくなりそうだ。よし、ちょっと連射系のやつを優先的に使っていこう。どうもあれが強すぎて、ハンドガンが強すぎてついつい使ってしまう。これはメカニスト、アイビー専用マシン。アイビーは今死んじゃったやつかな。あー、ロボットを殺しても殺しても来るってことか。なぜ攻撃をしてるのかはわからないんだって。バイオニア、それはいつもの廃棄任務だった。入ってプロテクトロンを4体持って出るはずだった。大したことじゃない。確か現地の偵察からエリアにデスクローがいるとの警告はあった。知ったことだ。知ったことか。我々のロボットがあればデスクローなどモールラットみたいなものだ。平気だ。怪物を起こさずに忍び込みロボットにたどり着くことすらできた。さて我々がロボットを搬出しようとしているとメカニストのロボットの群れが現れて略奪品を奪おうと戦い始めた。宇宙にはひねくれたユーモアのセンスがあるもので、これがデスクローを目覚めさせた。そこでそいつも相手にしなくちゃならなくなったわけだ。手短に言えば我々は3人の仲間を失い、2体のロボットが粉砕された。だがどうにかメカニストのロボブレン一体を続きはスクロールできないのかな。これ一体を道連れにした。マップが更新されたね。これでどこからマップが更新、その地名が書いていないのにどうやって分かったんだろう。頭蓋骨をロボットに突き刺してやった。ただのロボットじゃない。究極の死をもたらすロボットだ。エーハブと一緒にメカニストを見つけてラストデビルへの仕打ちに対して往復してやる。途中で骨が粉々にならないといいが、あれを使って何か面白いものを作りたいからな。アイビー、君はアイビーじゃないのか。ほーん、上結構面白いものがそこら中にあるから、この人たちは美術かなんかに特化してるのかもしれない。
さて、まだまだ見るとこが、あ、いいね、10ミリ弾。10ミリ弾が、あれがトラップか。どうしたの？どうやって行こう、これ。これどうやって行こう。走り去ればいい。走り去ったら何事もなかったや。あ、いいね。プロテクトロンデビル。アルミキャニスター。ケミストリース。ほうほうほう。これはアドバンスはいける。これで扉を。あ、一発。タレットのコントロール。今さら。止めた。よし。今さらな感じもする。あまりいいもの持ってないね。ボーリングボール。おお、ピンだ。結構ボーリングは遊ばれているね、200年経った今で。でも、どうやってボーリングだってわかるんだろうね。おじいちゃんか、お父さんお母さんが教えてくれるのかな。それはね、球を転がしてピンを倒すんだよって。なかなか取れない。Thank you. すぐいっぱいになる。やはり武器を持ちすぎているのかもしれない。おい。ジャンクだ。それかジャンクが死ぬほど見つかるのか、どっちかだ。アパレルはもうほとんど渡してあるし、武器も、あ、武器はまだ持っているや。冷却地雷。やはり何かご用ですか？何かが圧迫している。あ、マイクロスコープは光ファイバーが含まれていたはず。いいね、いいね、いいね。やはり工場はいいね。今日このアサリだけで終わりそうだ。すべて私のものだ。レーダーよりももしかすると厄介なのかも。そうだね、その通りだね。みんな正論しか言わない。この連射系のこのマシンガンはスコープをつけたい。あ、セキュリティゲートだ。こっちは、そして反動が想像以上に強かったから反動も下げたいね。ここはマシンガンタレットか。もうベッドはないのかな。なければないでいいや。これベッドかと思った。板だった。お前との限られた経験に基づき、ここを生きて出られる確率を 65% と予測する。それが最高ではない。努力すれば確率に影響する。ジェゼベルがグラドスを思い出すね。100% だ。私がここから出られる可能性は 100%。 なぜならセーブロードができるから。よし、取れ。イグアナの串焼き。なんてとこにしまわれていたんだ。聞こえたか？お？敵がいる。えい。あ、何もないよ。アイウィー、アイウィー、アイウィーって誰だ？この女に頭をちぎられた。うん。頭をちぎり返してやろう。それで公平だ。ちぎり返すか。アイウィー。ジャンプでいけるかな。はい。よし。誰かいるの？いるよ。あの女はパワーアーマーだとは思わなんだ。アイウィーはパワーアーマーなんだね。硬いね。ナイス、ぐるぐるパンチ。もし体があったら
自分で彼女を殺していた。まあいい。50歩100歩。よくやった。人間。テスラだ。テスラだ。あ、持っていきたいね、全部。セントリーウォットヘルメットは強くはないけど、わあ重さがあるんだ。テスラはいいね。エネルギーダメージが増加する。エネルギーダメージが増加する。私のテスラ仕様にできる。ターゲット間にアーク放電が発生する。電気弾を発射する。へえ、セルを使うんだ。テスラライフル。そういいね。フュージョンセル。重さはもう重すぎる。武器何か解体できないだろうか。何もできない。持って帰ろう。それとも今つけてもいいかも。せっかくだから他のこれも持っていこうかな。重たすぎちゃうかな。あ、ヘルメットもある。アイウィーレーダーっぽいね。頭はもぎ取れなかったけど活動は停止した。おい、レーダー、手に入れたものを見ましょう。お願いします。重たいね。テスラエーダでさえ持てない。 どれくらい持てるんだろう。持てるだけ持たせてみよう。これ以上無理なのか。 0.1 ならいける。 0.2 エーダーはもう持てない。じゃあ何かを、アーマー作業台、何かを解体、何も解体できないや。持ちすぎている。パワーアーマーを着れば大丈夫だけど、あのパワーアーマーのパーツって、あ、お酒飲んだら大丈夫だ。一時的に持てる量が増える。バーボン、よし、バーボン。あ、それでも足りないとな。欲張りすぎた。あ、かっこいい帽子だね。取れないのかな。ここの住処をめちゃくちゃにしてしまった。なんだか悪いことをした気分になっている。歩くことしかできない。どうしよう、どうやって帰ろう。ん？あ、ロボットのやつか。下に降りてパワーアーマーを着れば一応移動はできるようになる。下に脱いできたかな。どこに脱いできたっけ。なぜかジャンプはできるから、この下に脱いだ気がする。もうここは何もないと思うので降りてしまおう。よし、パワーアーマーはどこだ。あそこもっと前に脱いできたかな。もっと、あ、ここここさえ開けられれば、ここさえ開けられればエキスパートか。強固にロックされている。あ、そういやレベルがもう上げられるんだ。エキスパートにしよっか。ロックピック、エキスパートの鍵を開けることができる。どっちの方がいいのかな。ハッキングとこれにしよっか。OK、 じゃあ開けよう。これであのアーマー切ればひとまずは解決。よし、やった、やったね。さあ何アーマー T51B。 おー、全部 B だ。しかもフュージョンコア付き。いいねいいね。ちょっとこれを持って帰るろうとすると、着てきたやつが、あー、エキスパートの施錠はむずい。あ、いいねいいね。開けよう。この
バンカーはたくさん見られるね。上下がどこに脱いできたっけ。あそこだ、そこに脱いできた。わあ、テスラも持ってきたいし、この B シリーズも確か私のアーマーにも B シリーズは乗ってる。胴体だけ B シリーズで、今着てるのはほぼ全てが B シリーズ。うん、顔も B、 全部 B だ。 B の方が強いんだよね。あー、テスラ今日はこれを着て帰ろう。で、これはまた取りに来よう、いつかフュージョンコアを抜いて。そうしよう かっこいいな、これ。3のやつかな。こっちの方が近いか。よし、じゃあここを出よっか。もう荷物も320。やはり B シリーズの方が運べる量は多いんだね。今回は出てからのスタートにしようと思ったけど、探索してる間に実績が取れてしまったから、これは録画を始めないとと思って録画を始めたんだけど、まだまだ見るところは多かったですね。この辺は見た気がする。じゃあ出ましょう。うん、ここにはパワーアーマーが多すぎて、パワーアーマーのパーツをリサイクルできたりするのかな。そういうステーションがあったりするのかな。このゲームは変なところで説明が足りないので、ここが出口だった気がする。反対側かな。方向音痴発揮してるこの上じゃなくて下から入った気がする。この辺から入った気がする。うん、ここだ。よーし、こっちかな。あれあ、ここでいいのかもしれない。うろ覚えだ。よし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 。さあ、ちょっと荷物がもう持てないけど、この脳みその体を見つけよう。 A だと話す。体から出られてほっとした。まだ仕事は終わっていない。基準を満たす体を提供するまでは協力しない。エーダ、何でしょう。取引、手に入れたものを見ましょう。あ、もう持ってない、間違えた。エーダ、おい、話す。さあエーダ、最後のレーダービーコンだ。うん、終わったらその頭を返してくれ。もちろん、すぐに済みます。これで大丈夫です。壊れてませんよ。なぜ頭を返してほしいのか分かりません。必要だったのはレーダービーコンだけです。おまけにロボブレインは悪名高い、うん、その厄介な存在です。私もわからない、なぜ頭は必要なんだ。あー、他にロボブレインの情報は。他に何を知っている、エイダ。簡単に言うと、ゼネラルアトミックスが有機物とロボットの結合に成功した最初の事例です。ブレインは指令ユニットおよびデータ保存ユニットとして使われ、これは通常の回路を使うよりずっと効率的です。残念ながらこうしたロボットには多くのプログラミング上の問題があり、その結果少しなんというか不安定な性質があります、うん、このロボブレインが求めていた答えを知っていることを願いましょう。人造人間なのか。有機物とロボットの融合、まるで人造人間だな。ロボブレインは完全に異なる設計理念をもとに作られました、うん、ゼネラルアトミックスの目的は人間の脳でロボットの機能を増強することでした。特に意思決定の過程を促進するために、自由思想と個性は意図されていません。明らかに兵士として作られています。疑いなく指令に従うように。ロボブレインが暴力や攻撃に向かう不幸な傾向は計算というより不具合と考えるべきです。脳みそのための機械じゃなくて、機械のための脳みそなんだね。やっとメカニストを見つけられる。最後のレーダービーコンも手に入れた。
これでメカニストの居場所がわかるか。そう願います。うん、この会話をしている間にもう計算を開始しています。それだけでは頭を取り戻したい理由の説明になっていません。それでも必要だ。それでも必要なんだ、エイダ。メカニストの施設にたどり着く助けになるはずだ。もちろんです。メカニストがその場所を極秘事項にするだけでなく侵入者対策もしていると考えるのは完璧に筋が通ります。申し訳ありません。その可能性は完全に想定外でした。残念ながら人間を助けることに関しては最近あまりうまくありません。わからない。何を言ってるんだ。説明します。あのキャラバンで友人たちを死なせてしまって以来、私はどんな仕事も失敗してきたような気持ちです。攻撃された日にルートを選んだのは私でした。別のルートを選択していれば彼らが死ぬことはなかったのです。時々ジャクソンが私の人格モードを永久停止状態にプログラムしてくれていたらと思います。そうすればこんなに心を乱すことはありません。人間っぽいなあ。立派な個人、そんな風に考えるのは立派な個人。これ黄色の方が成功率高いんだっけ、オレンジの方が高いんだっけ。大丈夫ですか。沈黙が気になります。そんな風に考えるな。そんな風に思うな。人格があるからこそ創造的思考が可能なんだ。お気持ちは感謝しますが、人格モードがオンであるためにミスをしているのは明らかです。二度とないよう努力することを約束します。あなたを煩わせるのはここまでにします。新しいご友人ジェゼベルに対処する間に計算を済ませておきます。彼女からメカニストの施設への侵入方法を聞き出し、この馬鹿げた事態に完全決着をつけられることを願います。おお、ジェゼベルの体を制作する。多分お酒の効果が切れたから今走れなくなってるんだ。いや、いろ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 聞き出したいことや話したいことがカリスマ不足によって何も聞き出せない、何も聞き出せないので、そうだな、これ多分あれだ、戻ってサンクチュアリに戻って作らないといけないんだ。じゃあ今回はここで一旦切ります。次回またサンクチュアリから。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。